ました。僕らの方でいろいろサムスのアクションを一個一個組み込んでいく段階でビームを打つっていう動きをですね、入れたんですけども、なんでボタンを押したその時の瞬間に弾が出てないんだって言われたんですよ。メトロイドサムスは本当にボタンで瞬時に反応するっていうことを通じ時代からも、まあ、デザイナーとかにも理解をしてもらいながらクイックな反応を求めてきたものなので、実際にサムスのそのビームでレスポンスが悪いって言われた時に、僕らもレスポンスって大事にゲームを作ってきたはずだったので、ゲーム開発者として負けてなるものかっていうふうには思いました。林さんたちが導き出した答えは、とにかくボタンを押したら反応はするけれども弾を打つのは必要なコマ数は少し間ができるという、その必要なコマ数を感じさせない工夫というものをやはり積み上げていってもらったんじゃないかな。僕らとしてはサムスはこう構えていて、ビーム打つにはやっぱりこういう姿勢にならなきゃいけないんですけど、これを実際に 3D で瞬時にやってしまうと、単なるパカパカアニメーションのキャラクターのようになってしまうんですね。あくまでサムスは 3D でこう実際にいる人間なんだということを描きたかったので、ビーム打つまでの動きっていうのを入れていて、2フレームだか3フレーム先に実際にビームは出てるんだけども、プレイヤーとしては押した瞬間に弾が出てるように感じてもらってるっていう、それがなんていうんですかね、 2D メトロイドの魂を引き継いだ 3D の動きになってました。2人のこうバトルがありましたね、そのゼルスーツに関してはね。僕が書いたコンテではもっと出てきてたんです、ゼロスーツが。やっぱりゼロスーツの方が坂本さんが描こうとするその人間的に弱い部分があるサムスが描きやすいんですね、その表情、まあ仕草。やっぱりこうスーツを着てるとやっぱりこう全然アクションが変わっちゃうんですよ。僕の中ではゼロスーツじゃダメですかっていうのが口癖になったんですが、よく確かにおっしゃってました、ここはゼロスーツじゃダメですか、勘弁してくださいっていうのがありまして、確かに分かるんですよ。ある意味いろいろとこう自分のことをこうガードしているというか、それは敵と戦う時のその走行としてのまあパワードスーツもあれば、自分の本当の気持ちをねこう隠すためのそのまあ、殻のようなものでもあるという意味で、そう簡単に脱がないものなんです。だからそれを脱ぐ時っていうのはすごく重要なものなので、そこを理解してもらって、要は自分はサムスで人と違う力がある、人を守んなきゃいけないとか、そういう要は、強気なサムスで見せていきたいっていうことだったので、ここではやはりサムスは簡単にゼロスーツにはならないですよねっていうことをお話しさせてもらって、まあ、監督は分かっていただいた。それは本当正直に正解だったなっていう。最初は全く別作業で始まりましたね。もうお互いに見えない部分だったんで、お互いまだ作るべきものっていうのがですね、全く形になってないタイミングに関してはある程度情報共有をしながらも、結構別々に作ってた部分です。1年ぐらい経ってからじゃないですか、合体できたのがですね、坂本さんのやろうとしてたことは頭では理解してたんですけど、こういうことだったんだっていうのを、初めて、見せていただきましたね。ゲーム側のある程度こうくっついたパズルとムービー側のある程度くっついたパズルがパチッとこうまたはまって大きなこう絵になった、僕らが想像しているよりもすごい絵が実は描いてあったなっていうのは感じた部分です。 This ain't good! Nothing's working! Listen up! Free guns authorized! モーションスピード、アクションのスタイリッシュな感じを、非常に参考にさせていただいて、なるべくギャップのないように、修正していきましたね。同じサムスですから、本当に細かい仕草からその息遣いから同じキャラクターじゃなきゃいけないんですよ。バイザーが光る音ですとか、実際にこう銃を構えた時の音っていうのを
演出シーンでそういうことをやってるんだからゲーム中もそうするべきだということでそこは統一したりしてました。林さんの方が変えることもありましたし、その上で僕が演出しようが CG で多分2ヶ月ぐらいかかったシーンとかも僕がこれいらないなと思ったらこれはバッサリやめましょうと、でこれはもうゲームでつなぎましょうっていうシーンが多々ありまして、それはやっぱりみんなの見てるゴール地点が同じだったんで、プレイヤーもその当事者としてそのストーリーの中に入っていってる、サムスが潜入して自分が操作して敵を倒して物語を体感する気持ちがずっとサムスと一体になって物語もアクションも展開していくっていうのが、僕らの目指した部分です。今回の、メトロイドアザーエムはですね、僕の中で、気持ちのシームレスっていう、技術的なシームレスではなくて、メンタル、ハート、映像、ストーリー、これ全部がシームレスっていう風なゲームになっているとは思います。最新技術を使ったファミコンゲームだと思ってます。最先端のゲームイコール複雑で、昔のゲームが単純ってそういうことじゃなくて、今の本当に最先端なんだけどすごくシンプルに遊べるゲームもあるんだよっていうことをぜひこう届けてみたいなというふうに思って、それを一言で表すとそういう言葉になりました。新しいメトロイドの形を目指しました。何かその三者が一つ一つのものをこう語るんじゃなくて、その中で生まれてきたハーモニーみたいなものですね、それをこうなんていうか感じてほしいというか、3つが重なった時にできたまた違う一つの大きなもの、まとまりのあるものというものがなんかできたんじゃないかというふうに思っています。